Você tá aqui de pé? Sabe gravar? Não. Tá gravando já? Ainda não. Ah, tá. じさまは毎日すげ傘を編んでは町へ売りに行って暮らしていました。みそかの夜のこと、わさまや今日はすげ傘が5つも出けた。明日松さ売りに行って正月の餅さ買えてくる。来年こそごっつおで正月を迎えるべと爺様が言うと、みんなが楽しみに待ってるよと爺様はとっても喜びました。出かけました。町は正月の準備でいっぱいでした。傘や傘や、すげ傘はいらですか。ところが松飾りや酒は飛ぶように売れましたが、爺様の傘はとうとう一つも売れませんでした。はや日が暮れて雪がしんしんと降ってきたので、爺様は仕方なく婆様の待つ家へこすこと帰っていくことにしました。ところが6人目の地蔵さんの分が足りませんでした。爺様は、地蔵様やおらの傘で勘弁してよと言って、自分のすげ傘を最後の地蔵さんにかぶせてやりました。
ら遠くから掛け声が聞こえてきました。おしまい。